これが動脈球。あ、ピクピクしてる。で、こっちが心臓。塩素の入ってないアクアクララの水。おっと。うわうわうわ。とってとってとって。はい、パパチェルです。前回のカンパチの血抜き動画が無事18禁認定されました。イエーイ。で、今日も魚屋行って、まあ、何か買ってきて血抜き味付けをしようと思います。それでは魚屋へレッツゴー。レッツゴー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 いい天気ですね。でも、いや、いい天気、暑い。結構でかいな。ね。怖っ。怖いわ。行くで。これは何ですか。暴れますね。でも閉まった。閉まったよ。一撃じゃない、うん、めっちゃ早かった。たまたまやけど。神経締めいけるかな。神経締めちょっと難しい。いや、諦めます。はい、ではこのまま行きます。はい、今日の魚はブダイです。和歌山ではイガミって言います。口がすごい気持ち悪い。魚つきでよく取るんですけど、冬が美味しい魚です。で、まあ夏はあんま取らないですけど、今日行った市場で生きたやつが泳いでたんで珍しいと思って買ってきました。どこに取るんだ。でもちゃんと閉まってます。それでは始めていきましょう。はい、今日はこれを使ってフライが一番美味しい魚やと思うんで唐揚げ作りましょう。ではエラブタを海藻器で広げます。え、なんかいつもと違う見た目が。もう狭いですね。狭いな。ここ切ろうかな。なんか口の開きが甘いんでここ切ります。血は出ないはず。よっしゃ。でさらに、それではエラ膜を切っていきます。そこの硬さって魚によってちゃいます？いや、ここはそんな変わらん。一緒ですか？うん、こいつは初めてやから、うん、慎重に行く。これが動脈球。あ、ピクピクしてる。で、こっちが心臓。めっちゃ元気。めっちゃ動いてます。いいんかな、この映像。何が見たいで、これが見たいですかね。ですよね。はい、これが心臓と動脈球。この白い丸いのが動脈球で、動脈球、副大動脈、エラっていう風に繋がってます。で、バルーンカテーテルで行こうかなと思うので、この心臓の上をめっちゃ心臓出てきてくれる。こんなボロン出てけえへん。いつも心臓の上をクランプします。てか心臓をクランプします。で、バルーンカテーテルを入れるので、このまだ動いてる心臓を切開します。近づいてくる。で、このバルーンカテーテルを心臓に入れます。入った。で、バルーンを膨らませます。ちょっとこれやりすぎたかな。ちょっと話して。やりすぎたっぽい。これ抜けるんですか。分からん分からん。でもこれでいこう。送水開始。よいしょ。うわ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 。ちょっと持ち上げて
結構膨らんでますね。でもこの辺の組織は結構丈夫やからなかなか破れへん。で出口を探すねんけど、ここ切ってるからこっから出てくるはずやねんか、うん、静脈洞を破かんでいいと思う。ではポンピングしていきます。あんま血出てきてないな、うん、心臓から出てきてくれるはずやねん。この辺切ったら出てきてへんのかな。神経締めしてないから結構痙攣すると思うねんか、うん、なんか白なってきてないですか。白なってきたな。あんまり早く動かさないように。はい。でいつも通り管理液の内容は塩素の入ってないアクアクララの水。うわっと、うわうわうわ、取って取って取って。今の見た？今出た。めっちゃ吐き出したな。このままポンピングしてみるわ。はい、血いっぱい出てきたね。取ってそれした。取ってます。早く動かすなって言われたけど、今のは動いてもった。それちょっと至近距離で流れてるの取って。これこんないっぱいゆっくり乗せたらまたあれになるんちゃう。18禁やろ。ほんまブシュー出ましたね。な、吐き出したな、うん、めっちゃ痙攣しだした。このままやっていきます。だんだん魚体が白になってきますね。なあ、この痙攣は管流液の中のナトリウムと筋肉が反応してるだけなので生きてるわけじゃないですからね。新鮮なお刺身に醤油とか塩をかけた時にピクピクするやつと一緒です。血抜きは大成功やな、うん、心臓も白くなってきてますもんね。あ、ほんまよ、ほんまやな。心臓の血まで抜けてる、うん、ちょっともう動くなよ。え、うわっうわうわ、チームめっちゃ出てきた。じゃあ動くなって。じゃあ動くなって。うわ、じゃあ動くなって。もう血が飛び散る。止まった、止まったかな、うん、うわこれ絶対また18禁になるやん、うん、学術的にもすごいことしてんねんね。なんで18禁なんだよ。血の量やろね。止まった？止まってない。あ、これもうちょっと流し続けなかった。また血吹き出した。血かかったんじゃん。一丁らすぼこのタンクトップ。いやいやいや、ほんまかいな。どこのやつや。ちょめっちゃ生命力強いな。生命力って生きてるわけちゃいますよ。これはもうどんどん流すしかないな。おお、めっちゃ血出てきた。また取って。しかもなんか濃くなる。濃いよな。18禁の理由が分かったけど。オッケー、じゃあちょっと収まってきたからもうちょっと血抜き続けるわ。だいぶ飛び散ってますよ。うわ、やばいやばい。怒られる。絶対怒られるこれ。あれ、色がまたなんか戻ってきた。ほんまや、白くなくなった。やっぱ神経締めしてなかったら大暴れあるな、うん。では血抜きはこれで終わります。でこれから味付けをしていくんですけど、味付けはエラの向こうにある肺大動脈を探してそこからもう一回カヌレーションして行っていきます。なんでかっていうと味付けの材料がエラを超えないからです。それでは味付けしていきましょう。で見て、手で取れるやつ。お、ほんまほら、爪痛くない。全然痛くない。それではさばいて唐揚げを作っていきましょう。味付けは無理でした。ブダイなんで内臓あんま見たくないんですけど、一応見ていきましょう。身の中でずっとうんこしてますからね。肝臓でかっ。なんか思ってたより綺麗。この胃の中が砂みたいなのばっかりやね。この肝臓はさすがにちょっと食べる気にならへんな。肝臓は綺麗ですね。血管の走行が見えないぐらいには血が抜けてます。こんな感じ。内臓の血管の血も結構抜けてると思う。内臓と内臓をつなぐ血管、こういう線でつながってるところ、ここにも血は残ってません。まあ、血抜きはかなり綺麗にできたんじゃないでしょうか。それでは頭を落としていきます。
あ、血合いみよう、血合い。なんか赤いな。ほとんど血は残ってないです。血合いの色してないからね。血合いって腎臓なんですけど、腎臓そのものの色をしてます。頭の断面はこんな感じ。綺麗な目質してます。刺身で食べても美味しそう。頭はね、今回はもう捨てます。3枚におろします。で、盛大にしたいっていうふうにして。なんか端っこに血が残ってんな。血抜きも完璧じゃない。この縦の筋が残ってたらあかんって師匠に言われたから、結構そうやね。あんなにいっぱい血出てんけどな。どうやってきましたか。こうしてこう。あ、逆にしててんだ。ここをするのです。あ、なるほどな。入ったあのキャミソーみたいな。みんな気になってたよな。コメントも来てたもんな。あれどうなってんのって。気まぐれクックさんが嫌いなやつ。片栗粉触られへんのって。緑を添えるだけでなんか美味しそうに見えますね。そう、庭で採れた大葉。それでは食べていきましょう。いただきます。いただきます。まずはそのままどうぞ。でっかいね。うん、うん、美味しい、うんうん、冬になったらこれが食べたくなる、ね、うん、美味しい。すごいまだ弾力がある、うん、美味しい。クレイジーソルトがちょうどいい。還流しようと思ってて還流できなかったグリーンカレー、これをつけて食べます。僕の手にかかったやつですね。うん、そうやったっけ。え、切るつもり。くぐらせて、いただきます。うん、流行ったね。うん、このグリーンカレー、美味しい。これめっちゃおすすめ。このグリーンカレー、スイートチリとマヨネーズ半々のやつ、これもいただきます。食べ応えありますね。なん、うん、いただきます。うん、これはこれでめっちゃうまい。血抜きもなんか血管に血残ってたから抵抗じゃないんかもしれんけど、まあ美味しいからよし。今日は生きたブダイが売ってたんでちょっと珍しいなと思って買って帰って血抜きをしてみました。味付けは失敗したけど、血管の位置というか魚の構造が今までの魚と全然違ってすごい難しかったです。またちょっと違う魚でいろんなものを流してみたいと思いますので、今後もよろしくお願いします。お願いします。では行くで。うん、いやいけるいける、いってって、はよいって。手狙ったんかなぐらい。やるやん。